方はまず一つはジャパントラックカップがあってちょっと落車があったというふうに伺っているので体の方は。そうですね、初日の競輪の決勝で落車をしてしまったんですけど、でもまあ2日目も競輪だったんですけどしっかり走れましたし、3日目も問題なく走れたので、怪我自体は擦過傷と打撲だけなので、まあ、ここに向けてケアもしてきましたし状態は大丈夫だと思います。ちょっとそのスプリントのタイムは10秒9が出つつもその納得はいかないという感じだったかな。そうですね、やっぱりモスクワで10秒8は出てたので、やっぱりそれは以上は出したいなと思ってましたし、やっぱり、まあ、まだまだあのホームの中、ホームバンクの中で緊張感もありましたけど、もっと出せるなっていうのはあります、その中で、まあ、サマーナイト、まあ、一番初めてですかね、このマットで走った時もその優勝があって思い出すというか、もう3年ぐらい経っちゃうんですかね。そうですね、デビューした年2014年なんで、もう4年かな、4年経つんですけど、まあ、いい思い出があるので、いいイメージで走りたいと思います。その中で優香さん自身もレベルアップしつつ、ガールズ競輪 の周りの選手もこうすごく強くなってきたなという実感は。そうですね、やっぱりみんなが強くなってるなっていうのはありますけど、その分自分もあの外国人相手に戦ってきて、底力も上がってきていると思うので楽しみです、じゃあ、優勝すると3回目なんですか、伊藤と松戸と函館、4回目か。どう取れるのに、夜の女王として頑張ります。頑張って、はい、それで紙面上に優香さん的にいわゆる深谷智弘という選手、今で言うとチームメートにもなりますけど、選手として人間としてというのはどういう存在なんですか。その一緒にナショナルチームとして活動する前までは、深谷さんの横に立つと息もできないくらい緊張してたぐらい、すごい本当に憧れの選手で、もちろん今も憧れっていうのは変わらないですけど、その中でも一緒に練習をしている中でもう本当にお兄ちゃんみたいな存在です。お兄ちゃんか、年寄り扱いするなって言われるかもしれないけど。まあ、優しいキャラでもあるから、やっぱ最初はというか、やっぱそうか、確かに競輪学校入ってる時なんかは深谷がそうですね、すごい学校に練習に来てたって、でそれで深谷さんを初めて選手として知った時に、やっぱり憧れでしたし、滝沢校長からも深谷のような選手になれって言われてきてたので、憧れの人です。じゃあかっこいいツーショット乗ると思うんで、新聞持ってこよう、はい、ありがとう、ありがとうございます。